高原騎士は日本の競泳選手。専門は自由型、陸上自衛官。2016年リオデジャネイロオリンピック競泳800メートルフリーリレー同メダリスト。山梨県甲府市出身。甲府市立二桁中学校。山梨学院高等学校。山梨学院大学卒業。高校2年時の2010年に沖縄県で開催された。 平成22年度全国高等学校、総合体育大会競泳の部男子100メートルで51秒56のタイムで優勝。山梨学院大学進学後、2015年夏季ユニバーシアードに日本代表として出場し、男子4200メートル、フリーリレーで3位に入り銅メダルを獲得した。また2015年世界水泳選手権では当初は、 日本代表メンバー入りしていなかったが、萩野公介の故障離脱という緊急事態を受けて、急遽召集される。世界選手権では、男子4200メートル、フリーリレーに出場、予選で10位となり決勝進出はならなかったが、2016年、リオデジャネイロオリンピックの同種目出場権確保に、力を尽くした。2016年、大学卒業と同時に自衛隊体育学校へ、 入隊。同年の第92回日本選手権水泳競技、大会男子400メートル自由形では3分47秒43の記録で優勝。男子200メートル自由形で1分46秒 89? のタイムで3位となり、フリーリレーメンバーとしてリオデジャネイロオリンピック日本代表に選ばれた。2016年リオデジャネイロオリンピックに出場。 男子400メートル自由形では予選落ちとなったが本命の男子4200メートルフリーリレーでは第1泳者の萩野の後を受けて第2泳者として決勝レースに出場し1964年東京オリンピック以来52年ぶりとなる銅メダル獲得に貢献した埼玉県から彩りの国功労賞を受賞ありがとうございます